今季課題だったバッティングで成長を見せている星野持丸選手。昨年は2軍で盗塁阻止率5割に迫る4割8分3厘を記録するなど次世代の正捕手候補として評価を上げていたものの、打率は1割台と課題を残していた2024年のオープン戦。北海道出身の持丸選手を1軍帯同させ、日ハム戦に凱旋先発出場させるなど新井監督も期待を寄せている。結果は残してないんだね。緊張からミスを連発して、本人もすごく悔しかったと話していたよね。それでもウェスタンリーグでは少し短くバットを持つスタイルで結果を残してる。ここまで15試合で打率3割1分本塁打はないものの、長打率出塁率ともに4割弱と成長したバッティングを見せてくれてるね。オープン戦でミスを連発したことで投手を不安にさせない捕手になる、投技の要としての成長を持ち帰ってくれてるよ。大卒選手と同学年、まだ若くこれからの飛躍も楽しみにしたいね。ということで、持丸選手のお話でした。